父は日本で山形の方にいたんですけれど、金沢生まれなんですけど、こうあちこちうろうろしてまして、でそこでなぜか台湾に山形 の、 祖父と祖母がいてまして、そのつてか何かで台湾に来たんですね。でですから祖父祖母で母と母の兄弟2人生まれてまして、だから私は台湾の2世3世になるかな、台湾生まれで日本の領土だったもんでね、だから別に外国生まれでもないんですよね。ね、日本領土はとてもね豊かでした。で台湾の方たちは悪いですけど、お手伝いさんに来てもらったりしてる豊かな暮らしをさせてもらってましたね。ですから戦前頃に祖父母の家に私たちいたんですけど、三味線ことピアノレコードで祖父は尺八吹いたりしましてね、あと浜辺の歌なんていうのはピアノでねおじが弾いてくれたりね、考えられない時代でしたね。幼稚園に通ってて、で小学校に上がりましたのが20年の4月で、その頃まではあまりこう危ないという状態ではなかったもんですからね、学校にも入学して行ってました。でもその途中から急にこう飛来するようになって、 B29 ですかが危なくなった、もう台湾もとても疎開しないとダメだっていうんで台北から疎開しました。両親はね、両親というか父はもう戦地に行ってましたから、母と私たち兄弟さんに大変だったんですが、子供心には恐怖もあったけれども面白かったですね。阿里山ってあるんですね、台湾の真ん中の辺に、玉玉山って言うんですけど、玉山って新高山って日本では言うんですけれど、新高山の横に阿里山っていうのがあって、その阿里山の山のふもと、阿里山って言っても3700ぐらいあるのかな、日本の富士山より高いんですけれど、阿里山のふもとを回る鉄道があるんですけど、その鉄道に乗ってそのふもとの村へ疎開したんですけどね。 B29 は頻繁にやってきたんですか？そうですね、台北にいる時代にもう本当に頻繁にやってきて、透過管制布で電気を覆ったりで、うーんっていう音とサイレンが鳴りますね。そうすると防空壕って、多分敷地内に防空壕が掘ってあったんだと思うんですけれどね、頭巾かぶらされてその中に入りました。で、B29 から弾がもう本当に雨あられのようにダーッと降りるの、こう綺麗だなってな感じで見てたんですけど、危ないってもうね頭引っ込めないと首飛んだ人がいるんだよとかって言われましてね、玉音放送なんかを私は知りませんでした。で親は知ってたんかもしれないけど、子供にはそんな話はなかったですね。ただ学校に通ってました、日本人学校で日本人が、優先的にいて、台湾の人たちがちょっといたわけなんですけど、台湾の人でも裕福な方がね、だけども終戦と同時にその今までいた日本人の小学校が台湾の小学校になりました。もう突然、昨日はそうだったのに今日からってな感じで、で朝礼があって朝並ばされて、日本人がこう並んで後ろにちょっとこう台湾の方が並んでたんですけど、
途端に台湾の方が並んだ後ろに私たちが並ばされまして、で、あの国歌じゃなくって台湾の歌なんですね。なんかメロディーも全部覚えてるんですけどね、何を意味するのか分かりませんけどね、それを歌わされて、まあ子供ですから何とも思わずに歌ってましたけどね。でそれが記憶にすごく残ってて、カギっていうところに終戦後戻って、でそれがこの家なんですけどね、そこへ父が帰ってきてくれました。幸せだったですね。日本人がなんかあの財産を隠してるんじゃないかっていうことで、その台湾の方たち、台湾の政府の方たちがもう日本人の住んでるとこ全部くまなくやってきて、金目のものみんな持って行ったわけなんですね。だから何があったっていう明細までありますけどね、もう何もないです、家にはね。で状態、そういう状態なもんで、その人たちがズカズカっとやってきて、で怖かったんです、すごくその時は。で父親がその時はもう帰ってきてましたから、何も言うな、泣くな、黙っとれっていうことで廊下に並ばせられて、でちんと座って黙ってましたね。でもうくまなく家の中探して、目星も何もないもんで引き上げて行かれたみたいなんですけれども、なんか父も母もじーっと、どうぞどうぞご自分にというような感じで、何のこう抵抗もしなくって。さらに日本に戻られるきっかけとなったことは何かありました？普通の方はね、終戦と同時に日本への引き上げ船が出ました。何回かに分けてね。でほとんどの方はそれで引き上げたんですけど、祖父が台湾電力の方の、重要なポストにいて、計算機みたいな精密な人でした。で留め置かれました。で父が台湾鉄道の橋梁技師だったもんですから、それも帰っちゃならぬと。だから祖父も父も、その技師としてにわかには作れない立場にあったもんですから、多分返さないということになっても、自分たちは台湾に残らなければいけないって父から言われたんですね。でもう帰れないものと思ってましたら、その20年の12月頃、貨物船が出るから、残った日本人、帰りたい人は返してやるっていうようなことになりましてね、祖父母と母の弟と、それから私たち5人一家がみんな無事だったっていうこと、何よりも本当に幸せなことだったんですけどね。チブスとかなんとかいろんな予防接種をされて、でみんなこう荷物しょったまま行列して、あの頃 DDT、 今やと人間に対してね使うことはちょっとねいけないですよね。 DDT 頭からバーッとかけられて真っ白になって、私たちはもうブワッブワッってむせながらね、真っ白けになって DDT かぶって、それで消毒されて、で船に乗り込んで、で船に乗り込んだけれど、貨物船です、真っ黒な貨物船、巨大な貨物船だったんですけど、客室なんてないですからね、引き上げ者はみんな船底です。もう水の中に入るところです。で普通はそこをこう水かなんか張ってあるらしいんですけど、人間が入りますから重くなるんで、でそこにみんなが押し込められたって言ったらいけないかもしれないけど、そこが私たちの席でした、引き上げ者全部ので。真っ暗がりで、その一枚下がもうまるっきり海なんですよね、ピチャピチャピチャですね。その中に
大勢の人で一緒に固まって、で祖父母はどこへ行ったかなと思ったら石炭室、石炭が積んであるところの上にこうご座みたいにかけられて、その上だったですね。で、あの何のお水で洗濯したのか、あるいは洗濯じゃなくて干しただけなのか、もうあの国旗みたいにその船底に紐が渡されて、そこにこう物がかけられてましてね、そんな中こう私たち子供は遊びました。で、まあ、真っすぐな階段なんです。そこから甲板に登るにはもう真っすぐな、こうそれもあんまりあの丈夫でない下ろされたような階段、それを伝って上まで行って甲板に出ることができたんですけれども、その甲板はやっぱりあの母親がね、危ないからなんとか行っちゃいかんって言われてたんですけど、面の済んで遊びには行ってました。でも途中でお亡くなりになる方が多々あって、でその方たちが水槽にされる姿を目撃しましてね、もう固まっちゃいましたけどね、絶対忘れないですね。でずっとこう船が遠ざかるのにこう浮かんでて、まあある時間来ると沈むようにはなってるんですね。すぐには沈まないんですよね、漂ってるんですよね。だからそれはすごくこう恐怖と悲しみっていう思いが残ってましたね。そして三重県に着かれて、あの佐世保に着いて、それから列車で三重県に着きましたっていうのは、母の姉たちの実家、母の夫の実家が飯高町のハゼだったんです。伊藤新之丞さんっていうんですけど、その当時そこでもうあまりね戦争がこう経験できる場所でないんです。あそこはね、あの、まあ、田舎もう森林王国でしたから、でそこで、まあ、身を寄せることになりましてね、そこに行ったのが、まあ、私たちにとってラッキーだったんですよね。それからはもう本当にそこへたどり着くまでこういくつか列車乗り換えて行ったはずなんですけども、まあ、とにかくあのひっくり返りそうな荷物だけが記憶にあって、父と母の荷物っていうのは多分こういうものだったんですよね。で柳氷、とてもあの父と母にとっては思い出深いもんですから、つい十数年前までは置いてあったんです。でもボロボロになりまして、もう処分しましたけども、食べ物はこれだけど食べ物は何もなくて、思い出になるようなものとちょっとした着替えだけだったと思うんですけれども、何持ってきたんでしょうね。この壺はどういったエピソードがあるんでしょうか。あの母の荷物の一つ、前にこう抱えてましたね、大事そうに抱えて、まあ下の妹4歳、私が6歳だったもんで、まあもう手引かなくてもよかったんですけどね。だから抱えてました、大事そうに抱えてました。で、それ何って聞いたんだと思うんです、どの段階かで。そしたら、これお味噌だよって言って、こうなんかでこうくるんでこーっとしてあったと思うんですけど、開けてこう舐めさせてくれて、本当のお味噌です。何もなくなったらこれ食べて、まあ生き延びる手段だったんですね。うん、あんな時代を生きてたんだって思うと、まあ割に父と母が一生懸命子供にこうあまり怖い体験させまいとしてかばってくれたんだろうなっていうことがうかがえるような
あまり悲惨な思いはしてないんです。お腹空いたって言えばその水飴をこう3人にくれまして、その美味しさを覚えてるぐらいで、そのひもじかったとかいうことはあんまりないですね。ただその人が家に入ってきた時の恐怖、それからあの玉が落ちてくる時、綺麗だなっていう気持ちと、その下で起きる音、すごい音と、あのサイレンが鳴る前に低い爆音聞こえてくる、今でもそれを覚えてるんですけどね、それの記憶だけははっきりあって、恐怖がそこらあたりですね。今若者に伝えたいことっていうのはどんなことがありますか？絶対経験させたくないですけど、日本人としてはその昔そういうことがあったという事実をしっかり見てほしいと思います。で、その今はねゲームの世界なんかで鉄砲持ったり人殺したりいろいろやってますけど、そういうことがどんなにあのひどいことなのかっていうことを、だから目を伏せがないで、いろいろ今放映されてます、あちらこちらの記録がね、それをねしっかり見てほしいと思う。これ現実なのよっていうこと、そしてそこで倒れてるのは自分と同じ人なのよっていうこと、家族があったのよ、どんな思いで亡くなってったんだろうねっていうようなことを考えてほしいなと思います。やっぱり平和ですね。もうどの今本当に私が成長してきた時代と違って、外国の方もたくさん来ていただけてます。で、あの世界どこへでも行けます。こんな時代になったんだっていうことはとても素晴らしいことだと思うんですね。だからやっぱりこうそれぞれの国の良さをしっかり身につけて、で他国を見てほしい、でそこで文化宗教全てにおいて違うっていうことも学んでほしい、でそれで違いがあって当然なのだっていうことで、違っていいんだよ、だけどもそれぞれをやっぱり大切に、それぞれの文化であっても人であっても大切にしてほしいなって、で自分も大切にされたいって思いますよね。だからとにかく平和ですね、望んでますね。私が過去をずっと振り返ってみると、自分がそういう時代に生きてたんだっていうことが、これ本当に奇跡だと思います。もうあの本当古代原始人を見るようなそれくらいの気持ちなんですね。あんな時代私は生きてたんだと思います。でもたくさん犠牲になった中で、私は今こうして生きてるっていうことが、もう何がなくてもいい、今ここに生きてるっていうことが最高の幸せですよね。そう思ってます。